長いボール蹴ってきて、身長が高いので、それをうまく使って攻撃してくると思ったんですけど、結構引いてきたので、それにびっくりしたっていうか、ちょっと最初は戦い方がちょっと違うなっていう感じはありました。で、目標が優勝とかワールドカップで優勝することだったので、この一戦は通過点だと思ってたので、最後までしっかり日本のサッカーをして勝ちたいなって思って取り組みました。試合になかなか出れてなかったので、出た時はしっかり結果出したいと思ってたので全力でやりました。強い相手なのでそう簡単に点は取れるとは思わないんですけど、チーム全員でしっかり優勝したいなと思います。